スノーマン、渡辺翔太&ストーンズ、森本慎太郎友情物語、スノストの生き様投影。スノーマン、渡辺翔太、30、とストーンズ、森本慎太郎、25、が29日、都内で行われた舞台、ドリームボーイズ、東京、帝国劇場、9月9から28日、の制作発表会見に出席した。ボクシングを題材に少年たちの友情物語で、渡辺が主人公翔太、森本が親友でライバルのチャンプ役を演じる。ジャニーズジュニア時代から切磋琢磨してきた、スノストを代表し、鍋森、コンビでリアルな生き様を投影することを誓った。渡辺と森本は、固い握手を交わした。両グループともに長いジュニア時代を過ごし、鍛錬しながら2020年1月に同時 CD デビューを果たした、親友、ライバル、落ちで行く間柄だ。渡辺は、やんちゃなイメージがあると思うけど、ふざけてる人ほどねは真面目。森本は、テレビで見るとちょっと抜けてる部分もあったりするけど、頼りになる兄貴的な存在、と互いへの信頼を口にした。